駿河信仰。軽くひねってあげるわ。セナ、共に来てくれるか。武田勢と共に今川を討つ。みんな進むぞ。徳川が動いた。我らも行くぞ。今川を包囲せよ。切りなさい。優勢とはいえ何が起こるか分からない。味方本陣の状況には気を配っておかねば。懲らしめてあげる。順調に進んでいるな。吉本公を失った今川はやはりこの程度か。開門。やっているようだな。どれ、半蔵に恩でも売りつけてやるか。終わりよ。あれは三代。何をしにここへ。今川一門の私が解けば心も動くはず。やってやるわ。敵将討ち取ってやったわ。懲らしめてあげる。自らご活躍とは恐れ入りますな。おじ様が亡くなって今川は終わったのよ。無駄な戦いを続けて命を粗末にしないで。このままでは今川が滅んでしまう。徳川には瀬名様がおられる。ならば我らも悪いようにはされまい。さすがに武田勢は盛況だな。我らも負けてはいられないぞ。三代、何をしに参った。相変わらず愛想のねえやつだ。同門のよしみで手を貸してやろうってのよ。食らいなさい。ほらほら。ああ、物足りないったら骨がないわよね。次よ次。耐えきれん。引かせてもらう。よかろう。このまま包囲を進めよ。亡き吉本様のご恩に報いるは今。この命に代えても氏真様を守らん。懲らしめてあげる。ここを抜けたけば拙者の首を取ってゆけ。元信、もう十分よ。今川の時代は終わったの、わかるでしょ。ならば終焉まで忠を尽くす信たる者の役目。全く融通の利かない。ありがとう。滅びゆく死家に忠を尽くす。この乱世に珍しき武者よ。今川をさらに攻め立てよう。一気に終わらせて楽にしてやれ。徐々に包囲されているようだ。も
もうどうにもならぬのか。あっちにあげる。終わりよ。ああ、物足りないったら。武田にばかりやらせるかよ。徳川に俺がいるってとこ見せてやるぜ。物足りないったら。完全に囲まれたか。もう終わりだ。上杉謙信、駿河に正しきを示すため推参。意を知らぬ外道どもに鉄槌を下すべし。勝利条件変更。おお、まさか上杉が来てくれようと。徳川本陣をかき乱してやれ。まずい、我らの本陣に上杉勢が迫っているぞ。武田本陣も踏み散らしてくれん。本陣を狙いおるか。この混乱に乗じ、謙信殿と合流しようぞ。開門。開門。藤真が飛び出してきたようです。早急に追い詰めましょうぞ。無双の瀬名姫様とは私のことよ。上杉謙信、越後の軍神がなぜ駿河に。天の大義なことだ。上杉勢を迎えて。なんとかしのげたようだ。氏真が私のもとへ向かっているか。ならば庇護せねばなるまい。父上、申し訳ありません。今川の意向、私の代でついえることに。懲らしめてあげる。すまぬ氏真、そなたの無念、この謙信がしかと受け止めたぞ。骨がないわよね。次よ次。フルはなんだか。相手は信玄、さらなる一手を打たねばなるまい。密かに兵を進めよう。謙信ならばまだ何か仕掛けてくる。小詰めを出して警戒させておけ。押し返せたようだな。この間攻勢に出るぞ。奮起せよ。武田に遅れを取るな。はい、使ったか。構わん、このまま攻め立てる。この俺の後輩を突くつもりか。爪が甘かったな、謙信よ。ほらほら。覚悟なさい。懲らしめてあげる。骨がないわよね。次よ次。意地は見せたわ。もうよかろう。なんと素晴らしき戦果よ。
てやったわ。戦う相手ではなかったか。もはや今川の再起はないか。ここは引くが、いずれまた相まみえん。横槍が入ったが、片付いたようだな。勝つには勝てたが、武田や上杉に比べ我らはまだ未熟だな。